ハドソン。感情をあなたを見るたび湧き上がるこの気持ち、よそ見できず、こんばんは、バーチャルおばあちゃんだよ。赤いドレス、相変わらずクオリティの高いアニメです。ことこんばんは。今日はですね、なんとこの禁断少年のいつまでやんのこのゲームをですねやっていきたいと思いますけども、エールの先使ってみましょう。いつきさん、あーニムロニムロね、ニムロ大活躍でございますけど、ずさみよ、レイカとミユキの違いがわからないよ。あれこれこれこれステージ刺激的さ、赤いドレス、ということで、ね、始めていきたいと思いますけども、ナウローディン、キムの大活躍だったもんなしょ。このゲームですね、金田一少年の犯人視点になってですね、完全犯罪を犯すゲームなんですけど、今日こそは BGM 下げよう。初めからやっていきたいと思いますけど、バーチャルおばあちゃんだよ。おばあちゃんね、いつまでやんのこのゲーム、みんな言っておりますけども、お前ら、あれで事件が終わったと思ってんのかよ。そんなんじゃバーチャルおばあちゃんの名が廃るぜ。おばあちゃんはとんでもないことに気づいちまったんだ。あれで氷室の名推理により桂木直央の事件が終わったと思わせたが、そうじゃなかったんだよ。へっ言うとるよね。俺はどうしてもあの事件の後気になってることがあったんだ。それはまずあの騒動が起きてから二人の人間が死んだ。一人は信也君と見せかけた幸男、こいつはその炎上騒動を起こした張本人として自殺者を出してしまって死んでしまった理由はわかる。しかし一人だけよくわからなく自殺してしまった人間がいたんだ。それに気づいているか？このヘルパーマネージャーのユフさんだ。結局この人の死は謎のままなんだぜ。なぜ彼女が死ななければいけなかったのか。死ぬにしてもこっちの桂木直央だろ。気に病むにしてもマネージャーがそこまで追い込まれるかってんだよ。確かに、はな、そうだろお前ら。そして俺はこの幸男の死にも同時に初めて納得がいく気がしたんだ。ただスキャンダルの片棒を担いただけで果たして自殺までするかな。俺はとんでもないあの事件の裏のもっと黒いものに気づいてしまったんだ。週刊誌の秋子、正彦、スタイリストの高志、そして幸男、この4人がもしかしてもっととんでもない事件をやっていたんじゃないか、そんな風に推理したんだぜ。そしてその裏付けるやつがサキがビデオに撮ってくれていたんだぜ。ありがとうなサキ。みんなこちらの画像を見てくれ。これはおばあちゃんの前回の放送のエンディングなんだが、でん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 、シナリオ朝霧拓也。どうやらまだこの事件は終わっちゃいないようだぜ。おばあちゃんが本当に本当の真犯人を必ず突き止めてみせる。
まあ、自分なんですけど、バーチャルおばあちゃんの、何かけて、ドゥンドゥンドゥン、ドゥンドゥン、あー、ドゥーン、ピューピュー、テンテンテンテレレンレンテ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 ン。というわけで、朝霧拓也編やっていきたいと思いますけども、どういうこと？まあ、それは多分朝霧拓也編でね、明らかになるのかなというおばあちゃんの推理でございますけど。じゃあ、行きましょうかね。グダグダ。ちょっと上手にまとめれてなかったけれども、まあ、多分なんか裏がまだあるなということで、後編ということで、朝霧拓也の供述やっていきましょう。コメント欄見ただろう。うん。コメント欄見たんだけど、さっきね、さっき。審判の使徒。審判の使徒！意味ありげ、こいつが裏で糸を引いていた。この作品は犯罪を助長するゲームではなく、どのコーナーです。楽しむゲームです。あら、はじめちゃんがテスト前に遅くまで勉強するなんて珍しい。は？誰が勉強してたって？そうそう、アニメ始まっちゃったよ。ずいぶん眠たそうじゃない。放送してもいいの？みんなもうチャイム鳴ってる、早く。テレビだよ、教室入んないと。生活指導部にもう遅刻って言って怒られるよ、それ。今日から期末テストなのよ。すごい、堂々と遅刻してくる。赤点補習で夏休みに登校しなきゃならなくなっても知らないわよ。いいんだよ、急げ、急がないね、こいつらに。貧乏一家は夏休みの予定は全くないし、飛ばせって言われたもんね、飛ばせないの、これ。はじめちゃんたら、せっかくの夏休みなんだから、南の島でのんびりと過ごしたかったな。え、これ一緒なの？連れて行ってあげようか。お、南の島一緒やん。舞ちゃん、全然違う話にしなさいよ。ゆき、誰？1年の時に同じクラスだった橘舞ちゃん。ここはね、はじめちゃんの話ですからね。よろしく。しょうがないね。こちらこそ。で、さっき言ったこと本当なの？今度、お父さんの会社のレジャー施設が小笠原にオープンするの。エンドレス8かな、これ。そういう手法使ってきた。ことになってるんだけど。手抜きだよね、ちょっとね。おじんばっかりじゃつまんないから。おじんって。よかったら、二人とも一緒に来ない？おばたりやん。いいの？あら、はじめちゃんは補習でしょ。いやだな、七瀬くん。僕誰だと思っているんだい？あの金田一光介の孫だよ。説明を。補習だなんて。おばあちゃんはバーチャルおばあちゃんだよ。あ、チャージンゴー。その時俺はこの南の島への誘いが後に俺を凄惨な事件に巻き込むことになろうとは想像もしていなかった。さあ、今度はばあちゃんに勝てるかな、金田一はじめくん。ここはじめちゃんがなんかさ、犯人みたいなさ、この演出何よ、これね。ぼーぼーあれ、7月25日 PM6 時。お、もうこれ事件当日じゃない？もちろん一発クリア。おばあちゃん一発クリアしましたよ、これ。いよいよだ。お、出た、真犯人。待っててくれ、ゆふきゃー。ほら、そこだよね、やっぱりね。ゆふさんの復讐ってことね。そこの真相暴くの、この人が。お前の仇は、この俺がきっと。CV どうしよう、この人。CV は、ミッチーね。俺は、諦めない男、朝霧拓也で。阿部寛じゃん。もう、巻き戻りました。 PM3 時20分4月。それはユフトの結婚を2ヶ月後に控えたある日のことだった。結婚する予定だった。そんな人が自殺するわけないよね。カランカラン。ごめんなさい、かなり待ったでしょ。あ、生きてるよ、ヘルパーさん。ええ、いえ、今来ててくれ。俺はね、結婚できない男じゃない。結婚すんで。やってこい。それより、大丈夫なのかい？彼女、かなり落ち込んでるんじゃ。あ、桂木奈緒のことね。ええ、まあね。何しろ奈緒ちゃんには初めてのスキャンダルだから。ああ、おばあちゃんね。スキャンダルなかったからね。初めてのスキャンダル。スキャンダル。いいか、
マネージャーを担当していた人気アイドル、人気 VTuber、バーチャルおばあちゃんが、あるスキャンダルに巻き込まれ、マネージャーのユフは騒ぎを取り付くために、取り繕うために、ここ一週間忙しい日々を過ごしていた。おい、少し痩せたんじゃないか。やだ、この声。ブビーのことが心配なのもわかるが、少しは。こんなおばあちゃんの悪口を言ってたんだね。A、自分の方も心配しろ。B、俺のことも気にかけてくれよ。阿部寛に恋になるともう下に なっちゃうんだけど、でもなんかすぐ死にそう、これ選ぶと。石田明にして、石田明ね。自分の体も心配してくださいね。見てね。はい、 OK です。イケメンにしろ、イケメンしようかな。自分の体も心配しろよ。よし、あ、イケボになった、イケボになった。わかってる。でも仕方ないわね、これが仕事だから。あー、よくできたマネージャーさんだこと。あ、そうそう、真面目そうだもんね。なおちゃんから新しい情報を聞き出せたの。ほう。あのスキャンダルを仕組んだ連中は赤いスポーツカーに乗ってたらしいの。一緒や。復讐対象も一緒なのこれ。ユフ、そのスキャンダル記事を書いた犯人を見つけ出し、お、やっぱ捜査したんだ、ユフが独自に。撃たれてやる、ときまいた。クロリンパ。彼女が言うには、今回の VB のスキャンダルはでっち上げだというのだ。ペコピン、ナオのスキャンダルの相手とされている人、 BGM ちっちゃくなってるよね。ちょっとちっちゃすぎるんだけど BGM。 ミカゲッチで言った、ミカゲッチにしよう。されている少年は、彼女の事務所の社長の息子で、二人が密会したという日は風邪で寝込んでいたという。それなのにナオがその少年と密会しているところを写真撮られたということはね、替え玉ですね。そっくりさんを使ったインチキ写真に違いないというのだ。 A、 彼女はそこまで VB を信じているのだ。俺にはどうでもいいことだって。この野郎、心配しなさいおばあちゃんね、心配しなさいおばあちゃんを。彼女はそこまでおばあちゃんを信じているのだね。信頼できるおばあちゃんですからね。ユフは VB を一人前の VTuber にすることに情熱を燃やしていた。そうなの、余計なお世話だけどね。事実 VB があそこまでの人気 VTuber になれたのも VB の頑張りのおかげだって。勝手に持ってかないでよおばあちゃん。そんななんかやってもらったことないよおばあちゃんね。俺が育てたみたいなさ、そのさ。しかし、サムネも全部おばあちゃんやってんだから自分で。久々のデートなのに仕事の話ばかりでは。ええ、VTuber の話ばかだな。地球じゃないんだから。B、本当にでっち上げなのか？ミカゲッチ、疑っちゃよくないね。どっちもちょっと否定的だね。どうしようかな。本当にでっち上げなのか。これちょっとよくない。これ本当です。信じなさい。仕事の話ばかりだな。ごめんなさい。私ったら。いいよ。気にしてないから。よりによってこんな時期に。ついてないわね。結婚なのにね。まったくだ。よりによってこんな時期に。二人の結婚は2ヶ月後なのだ。2ヶ月もやっと結婚するんだね。身を固めなさい。高校生に手出してないでさ。それなのに、ユフはこんな騒ぎはすぐ収まると言ってるが、俺にはそんなに簡単なことではないように思えた。そして、俺にはユフの仕事以外にも不安なことがあった。それは二人の立場の違いであった。俺は、牧場の跡取り。そして、高校教師。ユフは大きなレジャー開発会社の令嬢で、なんでマネージャーなんかやってんの？俺はユフの父親が経営する牧場の、ああ、そうだったな。人の牧場でやってたな、あれ。社員でしかないのだ。なんだ、玉の輿や。
もちろん彼女も彼女の両親もこの結婚には賛成してくれているのだが、向こう入りね、いいじゃん。おい、本当に俺でいいのか、こんな俺で。何を言い出すの、いきなり。いや、本当に俺なんかと結婚していいのかと。当たり前じゃない、逆玉ね。それとも私のことが嫌いになったの？おっ、ここ大事なとこだよ。いや、そうじゃない。ただ君は霊場で、俺はただの。そんなこと気にしてないわ。マリッジブルー来てるよ、朝霧拓也の方が。男だろお前、しっかりせんかい、こんな時にね。めんどくせえやつこいつ。それに俺はお母さんから何も聞いてないのか。え、なに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 。俺は革命家なんだ。それは俺が18の時だった。母さんが死んだ途端、愛人を作った親父に反発した俺は、ほう、家出をし、チンピラ同然の暮らしをしていた。あと、くだらない喧嘩が元で、のたれ死にそうになっていた俺、助けてくれたのが、なんか、カムロ町にいそう、この人。ユフの母親の、カエおばさんだった。へぇ。花江おばさん、以前、親父の経営する病院で看護婦をしていた。あ、めんどくさい、めんどくさい。ああ。母さんの親友、母さん、ああ、わかんなかったね。愛人ではないのね。その人が愛人じゃないの。もうわかんなかった、めんどくさい。なんか、昼ドラみたいになってる。花江ね。事情を理解してくれた花江おばさんは、俺を彼女の家へと連れて帰った。ああ、なるほどね。職場の院長の息子を引き取ってくれたの。俺とユフとの出会いは、俺が彼女の母親に引き取られる形で彼女の家に住み始めたのがきっかけだった。いいじゃん、いいし。ドロドロやね。俺たちは兄弟のように、でも18でしょ、ように育てられ、いつしか兄弟以上の感情を抱き合うようになっていた。複雑。しかし、親父と縁を切った俺はただのチンピラでしかないんだ。そんな俺が彼女の、あ、全部面倒見てもらってんだね。何言ってるの？プライドがね、自尊心めんどくせえ男のそういうプライドって。うざ。父も母も、拓也さんのことあんなに気に入ってくれてるじゃない。なるほどね。上に立ちたいんだ。つまらないこと気にしないでよ。男のくせに、ビシッ。いいね、この子ね。言ってやれ、言ってやれ。いや、すまなかった。本当にもう。たわけ？それより、拓也さんの方もそろそろ大変な時期じゃないの？3ヶ月後でしょ、例のイベント。はいはいはい。大丈夫かなこいつ、犯人で。ピロリーン、ピギーン。あ、そうだ、サガシリーズみたいにひらめきましたけど、新しい無双三段をひらめきましたよ。何、どうしたの？何言ってんのお前。まあ、このゲームやってるとね、あの時代に戻るのよ、頭の中がね。イフにいいものを、イフにいいものをあげよう。モーリーのマグカップだ。え、何？ときめも見てない人わけわかんないんだからもう。いつまでときめもネタを引っ張るんでしょう。これさ。変わったペンダントね。でかっ。ダッセ。ダサい服選手権終わってるよもう。こんなでかいのさ、水戸なんか、何、水戸黄門のさ、陰謀のなんかあのなんか印みてえな、この何このさ、江戸時代の小判じゃねえんだから、こんなもん首からぶら下げても。母さんの形見なんだ。いいの、そんな大切なもの。あ、構わないさ。飛行石だよ、飛行石なの。ええ。ユフの方が大切だから、もっといいものもらうからね。けどユフの方が大切だから、ミカゲッチはこう言うよ、優しいんだから、甘いこと言ってくれるんだから。綺麗だよユフ。チキー、嫉妬しちゃうわ。ありがとう、大切にするわ。実はそのペンダントには秘密があるんだ。変身するの、このペンダント使うと。え、どんな？テクマコマヤコンって、なんか、あ、あくまでも
古い言い伝えなんだけど、何ファンタジー入ってきたよ。そのペンダントには財宝の隠し場所が記されているらしいんだ。お、いいね、ワンピースじゃ。本当に？だからあくまで言い伝えだって。探しに行こうぜ。それに暗号で記してるらしいんで、本当だとしても簡単には見つけられないけどね。お宝探し要素来たぞ。それでもロマンチックよね。財宝なんて見つけられなくてもいいから、いつか二人で宝探しをしてみたいわね。いいね、金持ちは余裕があって。すぐに行けるさ。え、すぐに？あ、俺がどうしてあんな無人島の開発をしようって。あ、やっぱあの島なんだ。おじんに勧めたかってことさ。まさか。そう、あの星見島が財宝が隠されているっていう言い伝えの島なんだ。へえ、星見島。現在俺の勤めている立花レジャー開発、つまり義父の父親の会社がレジャー施設の開発を進めている小笠原にある無人島の、こいつも悪いやつ、財宝目当てでこいつ婚約者のおじんをたぶらかして開発させてんだ。俺は初の大仕事としてこのレジャー施設のオープニングのプレイベントのプロデュースを任されていた。肝だなこいつには。プレイベントは宣伝の意味を込め、芸能人やマスコミ関係者を呼んでの、 YouTuber を呼んでの派手なパーティーを企画しており、ゲストとしてバーチャルおばちゃんも招待することになっていた。金目当てだぞこいつ。なんかもう境遇がさ、ゼニゲバと一緒なんだけど。こいつゼニゲバじゃないこいつ。金持ちの家に忍び込んでさ、つまりマネージャーの由布をもう島を訪れるのだ。こいつ全部最初から考えて やってんじゃない。全部こいつ由布殺したんじゃないこいつ。家を乗っ取るために。じゃあ殺したあかんか、由布を。星見島って名前は昼間でも星が見えるからって付けられたらしいんだけど。なるほど、その星が財宝ね。つまり星のような何かがあの島にはあるはずなんだ。確かに変な名前とは思ってたんだよね。その何かが財宝、星のリゾートかなとも思ったけど、まあ一切だけどね。でも面白そうだろ、宝探し。つまり続くのこの話。とっても。でも肝心のなおちゃんがあの状態じゃね。今うつ病です、おばあちゃん。ツイッターアカウントも削除して、死にたいっていうのをたまにつぶやいてます。今いけないかもしれないわね。ゆふらしくないな。さっきの元気はどこ行ったんだ。もっとおばあちゃんの心配してよ、みかげっち。でっち上げの犯人を見つけてとっちめるんじゃ。そう、そうだったわ。それに、なおちゃんにも葉っぱかけなくちゃ。怖い怖い怖い。薬は進めないでね。こんなことぐらいで落ち込んでちゃダメだって。優しいね。よし、それでこそ俺の由布だ。うざ。あ、いけない。あ、無視してる、スルーしてる。もうこんな時間だわ、ごめんなさい。どこがいいんだか、こんな男ね。知り合いのライターと待ち合わせをしているの。お、知り合いのライター。あの記事を書いたライターを探してもらってるんだけど。ほうほう、また見合わせするから。あ、またな。これが俺がユフを見た最後の姿だった。あの時俺は去っていくイフの後ろ姿に胸騒ぎを感じた。そしてまさかその予感がこんな風に通ることになろうとは。ただのゴシップだと思われていたバーチャルおばあちゃんのスキャンダルは、スキャンダルの相手の少年の自殺という最悪の方向へ展開してしまった。VB へのマスコミの風当たりはさらに厳しいものになり、マネージャーの由布もかねえ辛い立場に立たされていた。そして少年の自殺から、少年のが先なんだ、一週間が過ぎた夜、その秘宝が伝えられた。
ガチャンツツツ。でけえステレオ持ち上がってこいつ。はい、朝霧です。もしもし、拓也さん。舞、舞だ。妹の。なんだ、舞ちゃんか。どうしたんだい、こんな夜中に。いい、落ち着いて聞いてよ。お姉ちゃんが。ゆうがどうかしたのか。自殺したの。なんだって。その後の記憶が俺にはなかった。ぼんやりと覚えているのはベッドに行くことだった。皮膚の下に杖について泣いたことと、その体が人間のように硬く冷たかったこと。どうしてだよ、ユウ。どうしてお前が。私のラジオからユウの自殺を持ち抜かれスキャンダラスに報道するニュースが流れていったことだ。そしてそのタクシーの運転手を殴ろうとしたこと。え、それをおじいに止められたこと。さすがにそれはここで話が終わるぜ。もう一回 やりたくねえぜ。どうしてだよ。どうして達也になっちゃった。見て、これが見て。絶対終わりよ、ここで。でも見たいよ。いや、終わりよ、これで。それは、おじさんに止められたこと。GTA ならいいけどさ。それを、おじさんに食べられたこと。今回失敗しないでクリアしますから、おばあちゃん。みんなでこれ買ってみてください。それぐらいしか覚えてない。またオープニングムービー見なきゃいけないんだもんだって、これ。どうやって病院へ行ったのか。どこの病院だったのか。その他すべての記憶が、俺にはなかった。そして正気を取り戻したとき。俺は、ユウが自殺した現場に立ちすくんでいた。なぜ、なぜなんだ、ユウ。ユウっていうの？ユウじゃないの？ユウっていうの？違う、演技が足りないよ。ユウじゃダメだよ。いやあ！どうしてだよ！こんぐらいやんない。演技指導しないと。ユウなのね。ユウはマンションの屋上から飛び降りたらしく、喉がもうガラガラ。ユウが叩きつけられた地面にはまだうっすらと血の跡が残っていた。屋上に揃えたヒールと一緒に衣装が発見され、衣装なんかあった。ユウでいいや、もう。それに仕事に疲れたと書かれていたことから、警察はユフの死を仕事を苦にした自殺と断定した。しかし俺にはユフの自殺を信じることができなかった。なぜなら A、 ユフは高所恐怖症だから。 B、 結婚間近だったから。 C、 遺書に俺のことが書いていながら。俺俺俺俺、この男ならこう思うよ。でも確かにそれはでもね、自意識過剰と思うけど、普通書くよね。婚約者がいたんだったら婚約者に当てたね、メッセージ書くよ。俺俺のことが書かれていなかったからだ。そんな意思を信じることなんてできない。自殺するほど悩んでたのに俺に何も相談しないなんて、ジュース代です、ババ。ボルガ博士、すいません。俺はユフの婚約者なんです。別れの言葉も残さずに死んでしまうなんて考えられない。それに A、 ユフは仕事を苦にしてはいなかった。 B、 切っちゃってになった時は元気そうだった。
苦にしてはなかったよね、そんなに。むしろおばあちゃんをそんなに気にすることじゃないよというふうに言ってたもんね。苦にしてなかった。むしろ楽しんでたよ、おばあちゃんが炎上してさ。普段わがままばっかりババアがね、炎上してながら、プッ、なんか炎上しないみたいな感じで言われてるくせに、炎上してやがるこいつみたいな。それはさぞかし面白いでしょうね。成人が炎上するところを見るのは面白いでしょうね、みんな。ユフは仕事を苦にしてはいなかった。ユフは強い人間だった。今回の VB の件も苦にするどころか楽しんでいた。それが元でさらにやる気を出してた。怖い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 。それなのに俺はユフは自殺で死んだんじゃないかと考え始めていた。ほぐされたのではないかと。で、ユフはきっと事件に巻き込まれたんだ。 B、 もしかしてユフはほぐされたんじゃ。ユフはほぐされたんじゃ。そんな風に考えたくはなかった。しかし、おばあちゃんの修理当たってるよ。もしそうならば一体誰に。次の日から俺はほぐすの意味が分かんない人はこのおばあちゃんの金田一の事件簿の2回目のやつを見てください。ユフの死の真相を探るためにあちらこちらを調べて回った。ああ、やっぱりこうやってね始まっていくんだね。30分経ってるわ、この前置きで。俺が気になっているのは A、 葛城直のことだ。 B、 自殺した少年のことだ。 C、 星見島のイベントのことだ。 D、 ヒカキンのことだ。誰だろうね。おばあちゃん疑われても困るな。まあ順当に行くならこの少年のことだよね。彼が死んで1週間後だもんね。伏見島のイベントなんかどうで、あ、まあ、でもここで殺す。B だな。自殺した少年のことだ。少年はあのスキャンダルのせいで学校を停学になったらしい。高校生？新谷くんね。そっか、この時点でまだ、そっか、新谷くんなんだね。新谷くんかもしれない。これ選択肢によってさ、設定とかさ、話全然、ガッと変わるからさ、この時点でまだ本当の新谷くんが死んでるって可能性まだ全然あるよ。新谷くんも殺されたんじゃん。ユフの自殺といい、今回の事件にはおかしなことが多すぎる。変わるのかな。そう、変わるのあるからね。ミスリードで前やったからそうでしょっていう話じゃないから、このゲーム。まるで何者かに仕組まれた事件のようで。陰謀、陰謀だよ、陰謀。ディープステートがユダヤ資本が A、 もしそうだとしたら一体誰。 B、 もしそうだとしたら何のために。どっちもだな。でも動機から特定した方がいいんじゃない。何のために。ロックフェラーが一体誰が。そう、ユフの自殺に関しになって納得できない俺は、今回の事件の全てが誰かに仕組まれたことなのではと考えるようになっていた。動機から探ろうかね。畜生、俺はなぜユフがそんな事件に巻き込まれたのかを必死で考えた。頑張れ、タクヤ。原因はバーチャルおばあちゃんでは原因はこの俺では。それ知識過剰すぎるよ。原因は星見島では。あー、財宝目当てってこと。あ、確かにあのペンダント、暗号の書いてあるペンダント渡したわ。そっちあ、そっち捨てきれないね、その話もね。全然関係ない理由で殺された説あるな。確かにあのスキャンダルの、あ、でもあの後なんか記者の知り合いに会いに行くって言ってたもんな。難しい。ワンピースってこと？財宝狙いってこと？もうそれ全然話変わっちゃうから。まあバーチャルおばちゃんでいっか。原因はバーチャルおばちゃんでは。彼女ぐらいの人気者になると、
逆に恨みを買うことも多いだろ。アンチね。そう考えると自然と事件を仕組んだ人間の人物像も定まってくる。 A 犯人はナオのライバルだ。 B 犯人はナオのファンだ。違うね。犯人はマスコミ関係者だ。いやでもやっぱ記者に会いに行くっていうね、行ってたっていうのがあるからな、順当に行けばマスコミ関係者だよな。アンチの犯行か、アンチのね、ファンという名のアンチの犯行かもしんないな。マスゴミかな。難しいな、難しいね。不正な、まあ、マスコミでしょ。やったもん、あの、なお編。今回のスキャンダル、そう、その話があったからね。スキャンダルを仕組むなんてことは一般の人間にはなかなかできることではない。それができるのはマスコミ関係者以外に考えられない。そういえばユフは記事を書いたライターを探し出すと言っていた。きっとそのライターがスキャンダルを出てきた犯人にちげえねえ。そう、捏造だよ。で、訴えようとしたんだよ、事務所のね、マネージャーとして。そしたら殺されたっていう恐ろしいわ。ピロリーン、切り落とし、シャキシャキン、ピコン、ズバ。スキャンダルの捏造をユフに咎められて、それでそのライターがユフを自殺に見せかけて殺したのでは。まさかそんなドラマみたいなことが。見た的発言。事故か殺されたのかのどちらかしか考えられない。高所恐怖症なんだ本当に。屋上のフェンスを越えれるというのも考えられない。確かにね。つまり事故の可能性は限りなく少ない。それに事故だとすると遺書の説明がつかない。となると、確かに。ユフは殺されたんだ！まるっとお見通しだ！俺は真相を探るために。A、おばあちゃんのところへ行ってみることにした。B、思い出の喫茶店へ行ってみることにした。おばあちゃんのところ、おばあちゃんのとこ来て、おばあちゃんのとこ。協力しよう、おばあちゃんと力を合わせよう、拓也と。VB のとこへ行ってみることにした。これは熱い展開だよ。おばあちゃんのマンションの周りには未だに数人のマスコミ関係者が張り込んでいた。二人の自殺者が出たことで彼らマスコミにはさらに面白い事件になってしまったような。不謹慎だよ。まとめブロガーが。俺はマンションの入り口のインターフォンを鳴らそうとした。どうやら壊れているらしくボタンを押してもインターフォン鳴らなかった。多分、ナオちゃん本人が壊してしまったんだろ。おばあちゃんまだいるかな。畜生。どうで？ナオならまだ帰ってきていませんよ。誰？あ！カツラギナオのお知り合いの方ですか？もう悩みむよ。アッコさんだ。ちょっとインタビューに答えてもらえませんか？こいつまだやこやってやがる。しらじらし。家ただの新聞屋ですから。家ただの牛乳屋ですから。アッコまだ生きてるよ。新聞屋って言うと嘘バレちゃうかな。でも新聞屋って言うとなんかいろいろ喋ってくれるかもしんないね。牛丼、牛乳、この選択肢いる？いるこれ。モーリーの牛乳、あ、モーリーの牛乳だ。モーリーの牛乳だぞ。アッコ飲め。もっと性能伸ばせよ。 いえ、ただの牛乳屋ですから。俺は VB に迷惑をかけないように嘘をついて。ご苦労様です。もしかして集金ですか？ピンポーン、 NHK から来たものです。ええ、まあ、じゃあナオは集金をほったらかして出かけちゃったんですね。うわ、またなんかスクープだわ。どこがよ。カツラギナオ、代金を踏み倒す。うんこやろこいつ。もう一回殺してやろう。絶対殺そうこいつ。アッコは適当なことを口走りながら立ち去った。うわ、アンチだわ完全に。おばあちゃんの、おばあちゃんに自分のポジションが奪われるとでも思ったんでしょうね。おばあちゃんには悪いことをしてしまった。やば、変なスクープ当たっちゃった。これ以上ここにいるとまたおばあちゃんに迷惑をかけてしまいかねない。とりあえずどっか別のところに行った方が良さそう。ああ、
A、ユフの部屋を調べてみよう。 B、お前なんで思い出の切ったてに行こうとするの。ユフの部屋。クソ記事だよね、そんなんね。俺はユフが死んでから初めてユフの部屋を訪れた。開くんだ。主人を失った部屋はステレオのランプだけが寂しく光っていた。ステレオのランプが寂しく光っていた。ピロリン、パリ。どうしてステレオがついてるんだ。懐かしい、このブラウン管の大きいテレビね、これね。そして何、あの変な机、あの奥にある。そしてこの変な壁紙。A、ユフがつけっぱなしにしてたのかも。誰かが来てステレオをつけたのかも。疑っていこう。誰かが来てステレオをつけたのかも。一体誰が、何のために、おばんや俺以外に誰がここに来ると言うんだ。俺はステレオを調べてみることにした。全部疑っていこう。ステレオは録音ボタンが押された。ダイイングメッセージ残っていた。俺はもしかしたら手がかりが録音されてんだったら、天井低くね。お前んちの天井低くね。中にあったカセットテープを持ち帰ることにした。懐かしい。 A 面も B 面もちゃんと聞いて巻き戻してね、一回。部屋に戻ってきた俺は早速テープを差し締めることにした。おい、なんだ今の音は。さあ、何の音だろう。誰、お前余計なもの触ったんじゃないか。見晴らしきだ。またお前らかい。何も触ってないぜ。誰だ、もう一人。何かの拍子にこちらが録音スイッチをオンにしてしまったんだろう。気をつけろ。バカだね。証拠を残すような真似はするな。分かってるってば。ヘバよ。そうしても一体なぜこちらはユフの部屋に。A、もしかして泥棒、もしかしてユフを殺した犯人。 B、でもなんだな兄貴。兄貴、どうした。ケン、ケン、新キャラ来たぞ。死んだ人間の部屋を荒らすなんて気持ちのいいものじゃないな。うわ、完全ピロリン二段突き。こちらユフが死んだことを知ってやがる。やっぱりただのコソドルじゃない。 B、 ユフが死んだ後で忍び込んだんだ。ただのコソドルじゃない。つべこべ言わずにとっとと探せよ。はいはい。こいつら一体何を探してんだ。兄貴、ちょっと。どうした。ちょっとちょっと、しし、ザ・タッチ、この二人。これじゃないか。見せてみろ。ペンダント、もしかしてペンダント。おお、これだこれ。間違いない、あの人の言った通りだ。あの人、赤瀬博士。赤瀬博士、赤瀬、赤瀬博士だ。間違いない、あの人の言った通り。あの人、あの人、あの人、あの人に合わないんだけど。間違いない。一体何を探してるんだ。じゃあ、あの人に、あの人にカーソルが、え、だとるということは、こいつら誰かに頼まれて忍び込んだ。そうか、そいつがあの人だ。でもこんなものを何に使うつもりなんだろう。何でもこのペンダントには財宝のありかが隠されてるらしいぜ。うおー、他もうるさい。ペンダント、ドア。結局うるさいんかい、効果音。効果音もううるさいのしょうがないな、それ。ビロリーン、ブレードロール。ちゃ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 。ユフが死んでしまったショックで忘れていたが、あのペンダントをユフにあげたんだ。こいつら財宝メイトにわざわざユフの部屋に。実はその財宝のありか、本当にペンダントだったんだ。今度行く、あの星見島なんだよ。来るんかい。本当かよ兄貴。ちょっとじゃあうるさいんだ、そうだからちょっと
全体の音量下げますよ。じゃあの人喜んでくれるよな。ああ、大喜びするだろうぜ。何、宗教の人すごいなんか信仰してるね、あの人ね。とりあえず長いが無用だ。貢ぎ物すんの？けっ、オッケー兄貴。ああ、俺は嫌な胸騒ぎを感じていた。 I have bad feeling about this。 もしかしてユフは財宝目当てで殺されたのでは？俺のせいで？しかしこいつらはどこで星見島の財宝伝説を知ったんだ？もしかしてキッチャ店でのユフとの会話を聞いていたんじゃ？俺はキッチャ店に行ってみることにした。あそこにいたってこと？店員が犯人？面白くなってきたね。展開変わってきたよ、今回。いいね。よかった、朝霧拓也編やって。一緒なんじゃねえかって、疑ってはいたんだけど、おばあちゃん。3時33分。66333だ !369 の、ちょっとこれは、重要なとこだ、これ。369の法則。これは、すごい日だよ、これ。俺は1ヶ月ぶりに思い出のキッチャ店やってきた。私、このビルの3階でキッチャ店経営しております。あ、犯人だ。俺とりあえずコーヒーを注文し、店の様子を観察した。店内には若い女性客1人と怪しい。女性客2人、それに中年の2人。5人。2人組の女性たちは以前来た時もいた2人だ。よく覚えてるね。意外と有能だよ、朝霧拓也。2人の男たちは何やら真剣な話をしてるらしい。2人の女性を映しなさいよ、これさ。葛城直って娘がいなくなって一番得をしたのは誰だ？あ、同じ話してる。もしかしてこの二人は事件について何か知ってるのでは？この二人がケンと兄貴では？違う。これ、勝ち台には出てこないのかな？二人の会話に聞き耳を立てた。いきなりどうしたんすか、ケンボスケーブ？よし！ケーブ？ケーブがどうしておばあちゃんのこと？いや、イツキ、お前さんなら芸能界のことに詳しいと思う。あ、これスネープ先生？じゃあいい人だ、この人。この人はいい人です。なんです、ケムさん、年がいにもなくアイドルのサインが欲しくなったんですか？バカを言うな、事件だよ事件。アイドルの失踪がそんなに事件なんですか？人の話は最後まで聞けよな、いつき。しっかりしなさいよ、警察さ。人が殺されてんだからさ。いつき陽介というフリーライターね。これ野原ひろしさんの CV です、いつきね。野原ひろしであり、アイアンマン、トニー・スタークであり、ビースト・ウォーズの大のボットであり、実はな、キューブと呼ばれる男は怯えた少年の声で、ああ、ここまでは一緒なのね。つまり深夜の替え玉もちゃんといるってことね。捏造。やはりあのスキャンダルは仕組まれたものだったんだ。スネープの声はあの剣持警部の声の人でしょ。声優トークはいいから。スキャンダルのでっち上げなんて芸能界ではよくある話でしょ。そんなことで警察が動くんですか、しんのすけ。まあな、スキャンダルぐらいなら首を突っ込むようなことでもないんだが。もしかしてマネージャーの自殺のこと？そう。ああ、俺の予想でしかないんで、はっきりしたことは言えないが。そこ直編で突っ込まなかったよね。ピロニー、足払い。これね、おばあちゃん、ピロリンのために変なこと言ってるけど、わかんない人はロマンシングサガをやってください。ロマンシングサガ2をやってください。この警部もユフは自殺じゃないと思ってるんじゃ。俺はあれを自殺で解決してしまうには不自然な点があまりにも多すぎるように思うんだ。言うの？
それで。だからお前ならあの事件について何か。次ロマサカやろうかな、おばあちゃん。あのスキャンダルについては俺自身気にかかることがあって独自に調べてたんだが、分かったことはあのスキャンダルをスクープしたのが同業者の工藤明子ってことぐらいで。ああ一緒だね。うせえ。一体どんなやつなんだ。そいつが奈緒ちゃん、そいつがあの人なんじゃ。まあ見晴らし気っぽかったしね。でもおばあちゃんは博士だと思ってるよ。そいつが奈緒ちゃんを、おばあちゃんを。その工藤明子ってどんなやつなんだ。記事になりそうなことなら何でも飛びつく嫌な女だ。暴露系ね。そいつならスキャンダルのでっち上げぐらいやりかねないだろう。ああ、再生数が欲しいもんね。好きはアッコはスキャンダルをでっち上げかねない女だが、わざわざおばあちゃんをターゲットに選んだ理由がわからないと言った。ほう、アンチだからお前にないもんね。はいなくなって誰が一番得したかを聞いてるんだよ。ヒカキン、ヒカキンじゃない。ナオがいなくなって得するやつが仕向けたに違いないと思うんだが。なるほどね。そうだな、あえて言うなら渚千春かな。ああ、このくだりね。誰なんだそのさなぎなんとかってのは。ピキン、水長剣、シュ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 、ジュクシュ、ヒカキン、バーチャルおばあちゃんの事務所の後輩の YouTuber。 確かにおばあちゃんの失踪の後穴埋めの仕事がたくさん入り、人気の方もうなぎ登りで登録者は1000万人を超えた。今度のイベントにもおばあちゃんの代役士としてヒカキンが出ることになっていた。もしかしてヒカキンがおばあちゃんを、もしかして UFO を殺したのもヒカキンでは。ヒカキンが おばあちゃんを飛躍させずに行こう。しかしおばあちゃんはまだ17歳の少女だ。少年を脅かすぐらいできてもマスコミを犯して出るとは考えられない。しかしあの子がそんなことを怪しむんなら知恵ママの方だろうな。ヒカママ、なんだその水商売女は。知恵ママについて話し始めた。知恵ママは力の実…あ、宮沢りえね。りえママね。はいはい、りえママと呼ばれている。あのりえママならスキャンダルを捏造してでも娘にかけないだろう。近々千春ちゃんに同行取材する機会があるんだが、なんなら警部さんも行きますか。本当か。早く島行こう。リゾート施設のプレイベントの取材なんですけどね。多分工藤明子も来るはずですよ。また1時間かかってんじゃん。ここでビロリン、ソバット、ドクシュ。ぜひ連れて行ってくれ。はいはいはい、ちょっと同じようなとこはねさらっと行きましょう。リエママ前回ほぼ空気だったな。今回実は関わってる説あるな。やはり俺の思ってた通り、イフは自殺じゃなかったんだ。俺は考えをまとめるために一旦部屋へ戻ることにした。がっかり技、そう、そばとがっかり技ね。キックの方が強くないっていうね。俺は少し、ほんの少しだけだがほっとしていた。なぜならギフが自殺したのではなさそうだからだ。確かにもし本当にギフが自殺したならば、よほど結婚が嫌だったということになる。はいはいはい、そうね、ね。そうだよね。俺に何も言わずに死んでいったのならば、それは俺に対するギフの裏切り行為だから。ちっちゃい男こいつ、どんな苦しみも分かち合える決心をしていたから婚約の約束をしたのだ。パパなのだ。人のせいにしていこう。でも今のところはね、この状況を見ると7割朝霧拓也が嫌で自殺したって思っちゃうけどね。めんどくせえからこいつさ。
そしてこの日俺はユフが決して俺を裏切ってなかったことを知った。ユフは俺に相談する間もなく何者かによって、まああのカセットテープがあったからね。ユフ、お前が俺を裏切らなかったことがこう気持ち悪、あのさ、裏切らぬ、悲しめよちゃんと。何裏切られなきゃ、何疑ってんだよ。しかし俺はもっと多くの悲しみを背負ってしまった。イフ、俺は俺一人でこの悲しみを背負って生きていかなければならないのか。チクシュン、教えてくれイフ。自分好きだな、こいつ自分大好きだよね。一体誰がお前の命を奪ったんだ。この日俺が知ったことだけでもイフが殺される理由らしきものはいくつもあった。ナオちゃんのスキャンダル、おばあちゃんのスキャンダルでっち上げた連中、はい、探し出すと言っていた。見つけ出して殺された説ね。そして秘密がバレるのを恐れたそいつらが、あとテープの二人組ね、財宝目当ての二人ね。キッチャ店にいたなんか女スパイがいたっていう話もあるしね。ちょっといろいろなんか要素増えてるな。おお、やっと前回のデータはね、カートリッジには残ってました。本体には全部消えてましたけど、ちょっと両方に保存しながらいきましょうか、ね、拓哉の回想。よし、じゃあ行くぞ、本番行くぞ。財宝とか伝説とか金田一っぽくていいね。いいよね、金田一っぽくなってきたよ。金田一っぽくしようか、ちょっと。俺は船のデッキから遠くにある港の明かりを見つめていた。そう、ユフのことを思いながら。本当なら今頃ユフもこの船に乗っていたはずだったのに。船はもちろん星見島へと向かっていた。ナオちゃんが失踪してユフが死んでしまっても時計の針が止まることはなかった。俺の計画した星見島のイベントツアーは予定通り行われることになったので、もちろんユフが死んでしまった今、宝探しなどはどうでもよかった。それよりももっと大きな目的ができたのだ。そう、復讐という大きな目的が。俺はどうしても奴らを許すことができなかった。そして俺はあることに気づいたんだ。俺からユフを奪った憎き悪魔どもを探し出せる。ふうふう、あのテープに録音されていた会話からすると、例の二人組が今回のツアーに参加することは間違いないはず。なぜなら星見島は活動の無人島でスタッフ以外の一般人が島に渡れるのは、今回のイベントツアー中だけで、イベントツアーが終了すると追い上げ工事のためさらに半年間封鎖されているのだ。つまり今回のスキャンチャンスを逃すと奴らは半年間お預けを食らうことになるままだ。また工藤明子、高木千恵さん、渚千春などのそこらの怪しい人物たちも偶然にもこのツアーに参加している。俺のためにツアーに参加している人をチェックしてみた。やはりそこにクラッカーの他には高木千恵の名前もあった。俺はテープの二人組を見つけるために剣のつく名前を探した。兄貴を探すために兄弟を探した。いや、剣のつく名前を探す。剣のつく名前を探した。いいぞ拓哉、賢い。そして俺はイフ歌ってるラップじゃないよ。俺の息、そして俺はリソから二人の剣を探し出した。もしも君、ダパンプの剣ってこと？剣っていたっけ適当なこと言ったおばあちゃん今。ダパンプに剣っていたっけ？そっちかそっちか。いた？いたっけ？いたっけ？いた、あ、いた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 気がする。いた、いたわ。ダパンプの剣ってこと？いました、いました。いや、今はいないってこと？あ、ラップ言ってた人が剣？俺の行く末、密かに暗示する人、ハニー。あれ剣？オッケー。一人は剣持ち、イサム、剣持ち警部じゃん。もしかして沢沼家怪しいぞ。沢沼家。犯人はダパンプって、
兄貴ってじゃあ一茶ってこと？剣が名前チャージマン剣じゃん。これ完全に伏線だったってこと？リスト上の肩書きはライターの工藤アッコの助手。新キャラ分かったもんじゃない。年齢的にも22歳でテープの声と一致する。そう、若い声だったね。こいつがあの剣に間違いないだろ。あと気になるのは剣がテープで話してたあの人だ。え、じゃあアッコになるじゃん。このツアーに参加してるに違いない。そう、このツアーにはユフの死に関わる怪しい人物が全員が参加しているのだ。こちらのうち誰かがユフの死に関わっているのは間違いないのだ。はいはい、俺はじゃあ全員殺そうぜ。もう船爆破してもう全員沈もうぜ。もうまとめて見張ることができる。あのジェイソン村殺人事件の人みたいにもう全員殺そうぜ。ネタバレをしましたけども、イフを殺した犯人だとすれば、このツアーの5日間でキットプロを出すに違いない。5日間に増えてない？ 3 日じゃなかったっけ。増えてる。これはパラパラワールドってこと？長いのかな、アサギタクヤ編。そして必ず俺の手であの世に送り届けてやる。そう、このあの世行きツアーでな。さあ行くんだ、あのそれをあれして。おい、タクヤじゃないか。立木文彦。朝霧剛と岡田くんが立っていた。俺の親父だった男。ああ、この親父のことね。ああ、愛人ね。はい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 、そういえばそうだったわ。どうしてこのツアーに？よりによってこの女と一緒に現れるとは。こいつが親父をたぶらかしたばかりに。全員殺そう。しばらく見ないうちに立派になったみたいだな。どうした、久しぶりの親子再会じゃないか。エヴァに乗れ。もっと嬉しそうな顔ができないのか。どうだ、病院へ戻ってきて父さんの手伝いでもしないか。うんこ野郎。よし、あんたとは親子の縁を切ったはずです。ええ、親父ずらすのやめてくれ。親父連れするのやめていただきたい。相変わらずね、子供の頃と全く変わってないじゃない。このブス、あなたもいつまでも未練たらしいわよ。カチン。こんなのほっとけばいいのよ。純子は親父を引っ張るようにして去っていった。おぐそ、今さらなんだ。母さんを捨ててあんなのと一緒になったくせに。その時、すみません。シンジ君、エヴァに乗りなさい。こんなとこに何をしてんの、シンジ君。少年の謝る声が聞こえた。来たー。何やら揉め事のようだ。ツアー責任者の俺は仕方なく乗船口へと向かった。なんでスタッフのお前が客と同じこの船に乗ってるんだ。ゲンタだ。少年を一方的に叱りつけていた。スタッフはみんな別の船で先に乗り込んでるはずだろ。ちゃんといるんだ、圭一君。俺が面接したアルバイトだ。わあ、線の細さが足りなくも見えたか。いるんだね。それ朝霧拓也もいたからいるわな。それはな、向こうにいるんだからこっちにもいるよね。皮膚が可愛がっていたおばあちゃんに似た雰囲気があったので、尾形めぐみ選手権だよ。僕はエヴァンゲリオン正規ペレット、エンジェル・シンジです。で、似てる似てる、面影あるよこの声。どうかしたのか。あ、朝霧さん。いや、乗客の中にスタッフが混ざってたんで。圭一君のことか。彼はこの船の接客スタッフが足りなかったんで、急遽こっちの船に乗り込んでもらったんだ。そうだったんですか、すまなかったな。ああ、
シンジ君。どうもすみませんでした。あ、こんな感じだったのね。バレるわ、そりゃ。女だって。女や。声変わりするわ、そんなか大きくなったらいい加減。それにしてもおばあちゃんによく似ている。まあそんなことはどうでもいい。とりあえず俺はこのツアーを無駄に進行しなければならなかいけないのだ。彼にも頑張ってもらわなくちゃいけないのだ。乗船早々で悪いんだが、バーの方が人手が足らないようなんだ。そちらに回ってくれないかい。はい、わかりました。エヴァに乗った、エヴァに乗った。ケイチはエヴァへと向かった。それにしてもどうしても、どうして碇ゲンドが来ているんだ。誰があんなやつを呼んだんだ、確かに。あいつが母さんのペンダントのことを知っていたんじゃ。あの人とは。よし、乗船名簿を調べよう。B、おじさんに聞いてみよう。おじさんって誰？ねえ、あいつがあの人では？あいつが碇ゲンド、そしてアンノでは？おじさんって誰？おじさんに聞いてみよう。誰それ？お、今回のイベントツアーには、ユフの父親の光一、どうもどうも、指に光る指は、強しと光一がいるぞ。つまり、立花レジャー開発の社長も参加していた。もしかしたら彼が親父を、あ、強しを光一が招待したのかもしれない。緊急キス来てるぞ。おじ、光一の客室に行ってみることにした。モノマネに忙しいな、もう忙しいわ。なんでおばあちゃんに関連する人ばっかり出してくんの、このゲーム。あ、ごめんなさい。それじゃあ。クレス・アルベイン。誰なんだ、あの少年は。いちいちぶつかってくんな。大丈夫ですか？すみません。A、デッキは走らない方が。 B、何を急いでるんですか？何急いでんの？すみません。こっちに高校生の男の子が走ってきませんでしたか？ A、見ましたけど。さあ、見ましたけど。お探しの方かどうかは。あ、そうですか。ありがとうございます。後ろ結びの子ですよね。元気な子たちだ。タクヤ君。コウイチ。こんなところにいたのか。くんぬところにいたのか。立花コウイチ。ユフの父親で、ああ、この新キャラ来たよ。社長だ。そうだね。頑張って。気がするわ、でも前のあれでも。このイベントツアーの成功か否かは君の働きにかかっておるんだからな。はい、宇治さん。いや、社長分かってます。本当なら、ユウも今頃ここにいるはずなんだが。こっち来たね。やっぱこっちってズラだったんだね。それはもう言わない役職でしょ。そうだったな。ああ、すまない。次におじさんに親父のことを聞いてみよう。それより社長。なんだね。冬月なのこれ。さっきデッキの方で。お父さんのことだね。ゲンドウのことだよ。このゲームいつになったら友盛り出てくるの。いや、友盛りへの真似します、今おばあちゃん。しょうがないな。私たち、不動高校、ミステリー研究部は、無人島のとこへミステリーツアーに参加した。そこで、次々起こる、不可解な殺人事件。そんな時、一生懸命頑張る、金田一はじめ。はじめちゃんは、ついに犯人を突き止めた。そして、今から金田一くすけの孫金田一はじめによるシルのやつが始まる。はじめちゃん、君には言っていなかったが、君のお父さんとお父さんの病院関係者にもこのツアーに参加してもらっておる。なぜですか？何も星見島の開発は今回のイベントのためだけにしているのではない。最終的には
あそこに一大レジャーランドを設けるために開発しているんだ。ユニーバー？それだけの施設になると当然医療施設も必要となる。しかしあんな離れ小島に好き好んで来てくれる医者などそういないからな。ドクターコトを呼ぼう。それで朝霧さんはわざわざ自分の方から病院の医者を使ってくれと売り込んできたんだ。なるほどなるほど、やはりあの辰木文彦は、辰木文彦は財宝目当ての怒り言動、そしてあの人あんのってことで FA 渡りに船とはこのことだ。まあ拓也君の気持ちもわからないではないが、私たちはプロなんだ。そのあたりのことは理解してくれないか。ええ、そうだったんですか。B、しかし、しかし、いえ、わかりました。そうか、わかってくれるか。なんだかんだ言っても本当の親子だからな。わざわざ今回の仕事も息子の君のために引き受けてくれたのかもしれんしな。それね、それね、いえ、そうだったのか。いや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 、あんのに限ってそんなことはありえない。あの親父がそんな割に合わない仕事を引き受けるわけがない。きっと何か企んでやがるんだ。まあそういうことだ。あら、あなた、こんなところにいらしたんですか。花江おばさん。あら、拓也さんも。あら、舞ちゃん、立花花江、ゆくの母親だ。悲しいわ。この人が拾ってくれたんだ。一体何の話をされていたんですか。元看護師ね。政治経済の話を、文学、歴史の話を、ノンセクションの30、何ノンセクションの30、ノンセクションの30で何のセリフでしたっけ。働いたら3,000円とか、何それ何それ、分かんない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 、何かもしろ、分かんない、面白い、笑うとけ笑うとけ。家族というものについて話していたんだよ。あら、そうだったんですか。まあ、ユウはいなくなってしまったが、ユフね、タクヤ君は今まで通り家族の一員のつもりでいてくれってね。優しい。そうよ、タクヤさん、これからも今まで通りでいてちょうだいね。そうよ、私のお兄ちゃんになる人だったんだから。なんなら私がお姉ちゃんの代わりに、結婚してあげようか。ドロドロ。マイ、なんてこと言ってるの。こいつ怖い。拓也さんに失礼でしょ。こいつサイコパスじゃねえ。こいつお姉ちゃんをなんだと思って。怖っ。えでれれれ、怖怖怖。えへへ、ごめんね。ペロじゃねえよ。謹慎だよ。こいつ姉が死んで喜んでやがる。こいつやっぱ黒幕じゃない。立花舞。こいつユフ殺してない。こいつ妹だ。ユフとは7つ違いの高校2年生。そういえば最近ユフに似てきたかもしれない。ええ、そうだな、この子と結婚するのもいいかも。くそ、いや、ユフ以外の女のことなんて考えられない。いや、あの、ダメ。こいつ、おばあちゃんが思うにね、この黒幕ですね、舞ちゃんね。前回はそう推理しましたけども、知らねえんだやっぱり。いや、ユフ以外の女のことなんて考えられない。それにまだ高校生じゃないか。違うよ、不動高校っていうのはね、殺人鬼を何人も出してる学校だからね。もう学生全員死んでんじゃねえかってぐらい、そのさ、みんな死んだり殺されたりするんだから。不動高校はさ、舐めちゃいけないよ。あ、そうだ、拓也さん、私の友達に会わなかった。チーグ並みのサイコパスね。サイコパス来たぞ。友達って、ほら、私の友達も連れてくるって言ってたでしょ。あ、そうだったね。その友達って、もしかして後ろ結びした男の子、それともヘアバンドした女の子。その両方よ。ねえ拓也さん、今度その二人に会ったら私が探していたって伝えておいて。めんどくせえわ。それじゃあ我々はひとまず部屋へ戻ろうか。君はどうする。部屋に戻った方がいいんじゃないのか。結局父親が父親なら子供も子供ね。え、何の話してんの。ああ、なるほどね。
クズ野郎ってことに朝霧拓也ね、まあ、こいつがクズなのは分かってますけど、3人は揃って船室へと向かった。ちょっとやめてよロリコンに、ジポは今厳しいから。そんな忘れていたよ、コンプラがしゃ、その展開やだ。ここの船の船長は気分屋でね、頑固親父なんだ。ほう、へそ曲がりでやたらと演技を担ぐちょっと厄介な男だ。気に入らないことがあると船長船を遅らせたり、ほう、お客にまで八つ当たりするらしいぞ。本当ですか？モラハラですね。だから顔だけでも出してご機嫌を取っておいた方がいいと思うんだが。船長、それに天気がどうのこうのと言っていたらしいからな。まあそういうことだ、頼んだぞ。めんどくさいやつばっか、めんどくさいやつしかいないんだけど、このゲーム。おじさんそう言い残して立ち去った。変わった船長か、注意しておく必要があるかな。ちょっと行ってみよう、面白そうだから行ってみよう。これも仕事だ。船長室へ向かった。ノックノック、失礼します。誰だ、空いているから入っていいぞ。大塚、大塚じゃねえこいつ。俺はドアを開け中へ入った。この綱の責任者で、朝霧と申します。今日からお世話になります。よろしくお願いします。そうか。まだ若そうじゃが、礼儀正しいのは気に入ったぞ。大塚じゃないのこれ。大塚じゃないか。なんかちょっと違うわ。説明書見よ。え、船長の声は誰このシーブ。あいにくじゃが、島に着く頃には嵐になりそうじゃ。辰木文彦じゃないこれ。違うね。説明書載ってないわ。違うわ。ああ、客には何とも気の毒なことじゃ。残念ですね、せっかくのツアーなのに。声優トークやめな。おばあちゃん、90年代の声優には詳しいんだよ。ま、そんなに気にするな。ねえ、怒り言動の。嵐が来るまでには島に着くわ。こいつ、親父なんじゃない？もしかして、ヒゲつけて変装してんじゃないの？それから、何か困ったことがあれば、いつでもわしに行ってこい。イスカンダルまで行きそうだね。沖田艦長かな？波動砲、用意。船が沈めそうになったとき、タイタニック、大パニック。船が沈みそうになった時はどうすればいいんですか。バカモン、縁起でもないことを言うな。すいません。もう他に聞きたいことはないか。そうですね、何か お手伝いできることは、もし部屋のキーをなくしたらどうすればいいんでしょうか。各部屋のスペアキーなんかは全てここに置いてある。船で事件を起こすってこと？ただし、貸し出すわけにはいかん。必要なら行ってこい。はいはいはい。その時、よろしくお願いします。あ、そうじゃ。忘れておった。病人のことじゃ。病人？病人が船内にいるんですか？バカモン！病人が出ればの話じゃ。バカモン、わしじゃ！とっちゃんみたいな。うん、なるほど。そんな時はまずここに来て船長に相談しますよ。うん、そうしてくれ。船医の代わりにちゃんと医者を乗せておるから。親父のことだ。それに医務室には薬がたーんと揃っておる。大抵の病気や怪我ならそれで大丈夫じゃ。わかりました。そうか、薬は揃っているのか。あの船長、もし人が海に落っこしたらどうするんですか。ちなみにおばあちゃん、本当の朝霧拓也の CV の感じを真似してるんだけど今。そりゃ救出に向かうんじゃが、これがなかなか難しい。なんせ海は広いからの。確かに海に落として殺すのが一番いいよね。ドア、わろとけわろとけドア。え、
それじゃお客さんによく言っておかないと。ま、せいぜい落っこちんように気をつけることじゃ、ね、え、特に夜なんかはな。はいはいはい。全員落としてじゃあもう終わろうぜ、サクッと。ピロリン、久しぶりのピロリン来たぞ。乱れ雪月か。それじゃ誰かが突き落とされても助けられない、あるいは死体を目に捨ててしまっても見つからないってことか。よし、これはいい情報が手に入った。じゃあ第一の殺人行きますかね。それじゃ船長、私はこれで。まだ犯人ね、犯人の目処がついてないんだよね。チャージマン剣を殺すか、とりあえず。俺は船長室を出た。ヒットマン開始か、ヒットマン行くよ、おばあちゃんね。本当は船沈まして終わりたいんだけど、おばあちゃん。一網打尽にしてさ。全員殺して、金田一、もろとも殺して終わりたいんだけど。船も予定通り港を出た。この調子で行けば、明日の昼過ぎには島に着くだろう。遠くね、島。さて、手がかりでも探しに、船内を見回るとするか。俺は客の様子を見回るふりをしながら、ゆくの死にかかってる連中を探し出すことに。よし、これ大事。早くもう探そう。ちょっと余った。来た！シーママだ。この女は高木千恵。あなたツアー責任者の朝霧さんよね。そうですが、何か。うちの千春のことなんだけど、もう少しなんとかならないの。なんとかと言いますと。部屋よ、部屋。あんな部屋じゃかわいそうだわ。過保護が。千春はゲストなのよ。もう少し待遇が良くてもいいんじゃない。そうですか、それは申し訳ありませんでした。とりあえず今夜だけはあの部屋で我慢してください。文句があるなら突き落としますよ。向こうに着けばいい部屋を用意してありますので。そう、仕方ないわね。でもどこかのアイドルみたいに失踪でもされちゃ大変だわ。カチーン。どこかの VTuber、バーチャルおばあちゃんのことだ。やっぱりこの女、事件に関わることを知ってるかもしれない。ひょっとしてこの女がケンが言っていたあの人なんじゃないか。ありえるよね。あ、そういえば海に落とすぞ。ナオの事件の後、マネージャーが自殺したって言ってたわね。あなたもよく知っているでしょ。何も死ななくてもいいのに。バカよね。死んじゃったらおしまいよ。どくしくぶしどくし。この女怪しい。いや、まだ危ない。怪しいよね。なんでわざわざそんなこと言うの。やっぱりこの女、怪しい。怪しくなくても殺して。少し探ってみた方がいいかもしれないね。それじゃ、お部屋のことはお願いしたわよ。言いたい放題嫌がると、知恵はおとなしく立ち去った。もう少しいろいろ聞きたかったか。ほぐそう、ほぐそう。そろそろ部屋に戻ろう。バカとか言われたら残るように。こういうおばさんいるわ、いるよね。モンペだよね、モンペ。しかし一番気になる剣はどこにいるんだ。チャージマン剣ね。テープの会話からすると必ずこの船に乗ってるはずだ。その時、落ち着くんだよ剣。おー、いたー。デンデレレレデンデレレデンデレレデンデレレテテテテンテテテテン剣。まさか、行ってみることにした。落ち着いてられねえよ。三原式じゃない。たかしじゃないぞ。なんだこの新キャラ二人。あのサングラスの男は確かチャージマン剣。サングラスが剣。
やっぱり沢沼が剣なのか。タマさんじゃ一体何を揉めているんだ。いくら兄貴でもあの人だけはやめてくれ。え、剣は絶対許さない。ボルガ博士。兄貴、するとあいつが、どっちがどっち、どっちがどっち、俺の女神なんだ。え、どっちがどっち、これどっちがどっちなの。女神、女だ、あの人は女だ。はいはいはい。だから近づくやつは許さない、たとえ兄貴でもな。ミカゲッチがいるよ、これミカゲッチじゃん。ちょっと右ミカゲッチじゃないこれ。間に合った、これミカゲッチじゃない。どっちがどっちなのこれ。剣右、あ、剣、あ、ミカゲッチが剣ね。剣が、兄貴がサングラスね。女神、あの時だってあの人に頼まれたから俺はやったんだ。どっちがどっち、関智一、そう三原式じゃないこれ、関智一、関智一、関派天狂剣、サングラスがチャージマン剣ね。オッケーオッケー、サングラスがチャージマン剣ね。兄貴が関智一ね。いや分かんない、どっちが、どっちが剣が、いや分かんない分かんない。俺は、剣が関智一ね。スタン・エルロンね。頼まれた？一体何を？あの時だって、あの人、あの時、一体いつのことだ？やったんだ。やった？やった！やった！大学合格。落ち着け、勘違いだ。兄貴、あ、兄貴がこうやって、見かけっちね。俺はあの女のことは何とも思ってない。女、あの人は女なのか。どうだかな。まあいい、だが覚えておいてくれよ。魔王演劇か。あの人にちょっかいを出したら、たとえ兄貴だろうと。九連客、兄貴も突き落とされないよう気をつけた方がいいぜ。魔人剣、突き落とす。一人殺すも二人殺すも俺には同じことだしな。獅子閃光、こいつがユフを獅子閃光で落としたってこと。ビルから、この野郎、殺す。やはりこいつがユフを、剣だ。剣はストレデルフを残して部屋に戻ってしまった。やはりそうだったのか。剣とあの人がユフを殺したことは間違いなさそうだ。犯人違うんだ。朝霧拓也編、よし、この兄貴と呼ばれる男のことも調べてみよう。アッコさんは殺さずに済むのかな。俺はこの兄貴と呼ばれる男に話しかけてみることにした。どうしたんですか？何か揉めていたようですが。こいつ、みっともねえところ見られちまったな。誰だろうこの CV。 間違いない、この声、テープの男だ。女性のことですか？まさかあんた、俺たちの話聞いてたんじゃ。とんでもないです。ただ、若い男の揉め事ですから。いや、あんたが心配するようなことじゃない。あいつが勘違いしてるだけだ。うん、そうですか。なんかこれ、見た目逆だよね。どう見てもこっちの方がさ、下っ端なんだけどさ。サングラスの方が兄貴でしょ、普通さ。おかしいよね、これね。多分、発注と、実際さ、制作する人が発注の、あれを間違えて逆にしちゃったっていう説を押します。まるっとお見通しだ！絶対ね、間違えたんだよね、現場の人が。あんたはあんたの心配をした方がいいぜ。は、変なカメラマンが一人ありそうに来てるだろ。ありそうだよね。はい、カメラマンの方なら変かどうかまでは分かりませんが、まさひこちゃんじゃない。あんたそのカメラマンに狙われてるぜ。え、用心しないと食べられちまうぜ。は？一体どういうことだ。俺はそのカメラマンに恨みを買っているのか。
そのキャメラマンはホモなのか。そのカメラマンは竹村っていうやつなんだが、雅彦ちゃんね。竹村、確かに竹村雅彦というキャメラマンが同行していた。そいつはな、おかまなんだ。はい、ジェンダー。はい、炎上です。はい、炎上ですよ。ま、気をつけることだな。そう言うと兄貴と呼ばれる男は立ち去った。分かんなかった。関わってるじゃん。部屋に忍び込んでいたんだから仕方ない。部屋に戻ってみよう。俺は自分の部屋へと向かった。金田一くん、こっちよ。待ってよ、麗華ちゃん。あれは、さっきと違う女の子と一緒だ。お前ら許せる？これ。しかもあの子は早見麗華、超人気アイドルと、ちょっと、あの少年は歌い手なのか。歌い手か、こいつ。気になる少年だ。そういえばこの少年はまんちゃんの正体でやってきているはずだ。ブヒー、みんな怒ってるよ。みんな、なぜこんなやつを。まあ気にしても仕方ない。さすがにこれだけの船になるとバーを探すのも一苦労ね。おい、金田一じゃないか。まさか金田一、未成年のくせに酒を飲もうとしてるんじゃ。バーの下りか。コムドットかな。コムドットかな、こいつ。なんでこんなところに。麗華ちゃん、この船にはマスコミ関係者もたくさん乗ってるから気をつけた方がいいぞ。そいつと二人っきりでいるところを見つかったりしたら。大丈夫、二人っきりじゃないから。はじめちゃん、麗華ちゃんを引っ張り回したりしたら迷惑がかかるでしょ。金田一の服服ね、シャネルだよ。いけ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 。麗華たちはエヴァーの方へと立ち去った。シンジ君は部屋に戻ろうとするか。あ、シンジ君出てこないな。シャネルコムドット、シャネルコムドットで検索してください。何を言ってるかわからない人は。部屋に戻った俺はベッドに倒れ込んだ。やはりあのテープの剣がユフを殺していたんだ。沢沼剣、チキショイ。3回目ではチキショイということは、A、例他の連中は関係ないのか。いや、そうとは限らない。まだでも剣が殺したって言ってるもんね。つまりユフの自殺かっこ他殺は、ユフの剣はそのバーチャルおばあちゃん桂木直のスキャンダルとは全く別の理由で起こっていた別の事件っていうことだったのか。そういう話だったのか。ほう、じゃあ今回アッコとかマサヒコちゃんとかタカシは関係ないってことか。アッコとでもこいつらがグルってことはないわな。なるほどなるほどね。つまりこの財宝をめぐった事件が朝霧拓也編ってことね。関係ないのかな。名推理ね、別なんだ。ほう、じゃあやりがいがあるね。なるほど、通り全然違うよ。関係ないんだ。じゃあ逆にそのたかしが仲間になって剣を殺してくれる、その三原式 VS 関智一っていう、その夢の共演もできるのかな。あの人が誰かによる気がする。ほんと確かに。ちょっと待てよ、剣がアッコの助手なんだよね。で、女、あの人は女、アッコが女っていう可能性が今一番高いんだけど、があの人だった場合関係あるわ。関係あるわ。
他に女でさ、そんな人さ、あの他にいるとすれば朝霧拓也の親父の強氏の不倫相手の人がもう女、あいつがその財宝のことを知っていて全部仕組んだって説もあるね。他にはあの人、でも財宝のことを知ってるとしたらあの岡田純子、岡田純子がしかいないわ。それか他に女って言ったら、ユフの妹の舞ちゃんとお母さんの花江さん、でもどっちも財宝のことを知って、まあユフを殺しはしないよね、身内を。だからあの人は今のとこアッコか、真面目に推理し始めた、真面目に推理するおばあちゃん。そうか、そういうことだったのか。みゆき、犯人はあれをしたんだぜ。推理しよう。女装かもな。女装、千春は、あ、千恵ママね。いやでもつながんないわ。千恵ママがなんで財宝のこと知ってんのってなっちゃう。おばあちゃんが思うに、剛の、あの、岡田純子か、愛人のね、愛人か、アッコ。アッコがその喫茶店に、スパイを送り、喫茶店であの、聞いて、まあ、そうとは限らないな。つまり、あの人を見つけない限りはね、そうとは限らない。気になるのはあの人だね。あいつらの話からするとあの人が女なのは間違いない。ちげえね。もしかして、で、高木千恵があの人、工藤明子があの人、いやまだわからない。愛人が怪しいと思ってるし、おばあちゃんでもなんだかんだ真の黒幕は舞だと思ってるからまだわからない。ケンはあの人に頼まれたと言っていた。その女はなぜそんなことを頼んだんだ。財宝のことを知っていたからだよね。その女は剣にペンダントも盗ませて、ペンダント、母さんの形見のペンダントだ。あのペンダントには財宝の隠し場所が記されているという。財宝、マシンガンジャブ、タタ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 。あいつらは財宝が目的だったんだ。そうか、そういうことだったのか。きっとあいつらはユフからペンダントを奪おうとしてユフを殺してしまったんだ。畜生、うわあ、俺があんなペンダントさえ渡したりしなければ、もしかしたらユフは殺されることもなかったのかも。あのこのうわーっていうのはあのドームと剛版の金田一少年の事件簿で、あの剛のあのうわー、あの犯人が最後自害しちゃって、あのうわーとか言って言うの、最後うわーとか言うの。俺は自分のした行為を悔やんだ。すまないユフ、お前の死が自殺や事故ではないと分かってた。今俺がお前にしてやれることは哀れんでる、やることや、悲しんでやることではなかった。俺がお前にしてやれることは、たった一つ。ええ、こう、警察に通報してやること、どうもと、仇を取ってやることだけだ。どうもと、仇を取ってやることだけだ。ユフ、俺はきっと、お前の仇を取ってやる。俺はさらに強く、ユフを殺した連中への復讐を誓った。はーい。はーい。誰だ？はい。え？五木陽介。え？それにあの時の刑事だ。なぜ刑事が？もしかして俺の計画、え？何もしてない。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 何もしてない、何もしてない、何もしてない、何でしょうか。すまねえが、酔い止めの薬を持ってないか。あー、びっくりした、びっくりした、びっくりした、あ、びっくりした、何もしてない、びっくりした。
ありますよ。バレるわけないじゃん。お二人ともですか。俺はただの付き添いだ。びっくりした。ゲームオーバーかと思ったわ。そりゃないよね。強しをちょっとディスったからさ、ジャニーズ事務所ジュリーさんが怒って、おばあちゃんゲームオーバーかと思った。ちょっと待ってくれよ。俺はカバンから乗り物用意の薬を取り出し、いつきに差し出した。はい、どうぞ。すまね。やっぱり船なんかに乗るんじゃなかったぜ。大丈夫、ヒロシ。水が怖いくせに船なんか乗るからだよ。ああ、なんかあったな、そんな設定な。とてもシラフじゃ我慢できねえぜ。ジェイソン村事件の時ね。ケブン、バーで一杯やらないか。船が、この人ね、あの船が沈没して、そこで逃げ延びたあの乗船客の一人なんだけど、その事件以来水がトラウマで、で、あのその事件であの救命ボートに乗った一人なんだけど、一人救命ボートに、あと一人乗ったら沈むって時に、あのしがみついてきた女の人がいて、助けてください。で、その救命ボートに乗った人たちは自分たちが助かるためにその女の子を突き飛ばして見殺しにするんだよね。で、その見殺しにされた女の子の恋人が、あの全員生き残ったやつがあの殺したんだって言って、全員殺そうとして、このいつきも殺そうとするんだけど、あの金田一が止めるっていう、そういうネタバレしたけど。仕方ない、付き合ってやるよ。すまない。ね、お説明しとかないとこの分かんないから、いつきがなんで水が苦手かとかね。おばちゃんちゃんと金田一見てるということをね、説明しましたけど、脅かしやがる刑事か。よりによって刑事が同行することになると。注意しておいた方が良さそうだ。気にすることはなさそうだ。気にすることはない。俺の頭脳があれば警察なんて、ユフの死の真相を見つけられなかったんだから。無能が。それに桜井翔が来れば島はことになるはずだ。はじけりゃいえ。そうなれば鑑識も来れないだろうから、まともな捜査はできなくなるはずだ。まあどっちにしても正攻法での復讐は難しいだろう。なぜならターゲットは沢沼家一人だけではないのだから。簡単にバレてしまうようでは全員を始末することは難しいだろう。全員に復讐を行うためには、一つ一つの殺人を完全犯罪にしなくてはならない。完全犯罪、かなり大変な仕事になるだろう。しかしユプの復讐のために、いや、ユフを奪われてしまった俺自身の復讐のためにも成功させてみせる。ミッチーの名にかけて。その時、はい、もしもし、松本引っ越しセンターです。もしもし、私サイコパス女舞ちゃんか。どうした。今からみゆきちゃんとバーに行くんだけど、竹谷さんも行かない。まさか、舞ちゃん、未成年なのに。大丈夫よ、アルコールは飲まないから。すまんが、拓也くん、舞のお守りをしてやってくれんか。なあ、舞ちゃん。もう、お父さんったら。わかりました、社長。日もわし、親の言うことには逆らえない。しっかり舞ちゃんを見張らしてもらいます。すまないが、頼んだよ。じゃあ、バーに行ってるから。エヴァーに行こう。めんどくさいね。仕方ない、バーへ行ってみるか。ここででも大事、ここでね、あの人を見つけよう。あの家族、この家族怖いね。あ、カルーアミルクで吐く。カルーアミールくぜへぇ。姉が亡くなったのに悲しんでない。悲しんでない、怖いね。引っ越してきます。もう一個やろう。
まだね、0時になってないし、もう一遍やります。次のセーブポイントまで。おしっこ行ってきます。じゃあ。それまでにみんなで、堂本剛ばりの推理をしてください。お願いします。あの人とは一体誰なのか。そうか、そういうことだったのか。くっさ、正面で稼ぐ老婆が怪しいと思う。それは強引な推理じゃない。ひろしさん、久しぶりにしっこスパチャできた。あの人というのは実は財産という名の尿スパを狙ったバーチャルおばあちゃんだった。なんでみんなおばあちゃんを疑ってんの。今日は何リットル。1000デシリットルぐらいだよ。夏なので、霊やってほしいけど、ロマサがやれ。あの人、酒を飲みながら一人で画面に向かいながら一言喋り、トイレに行くたびに金を稼いでる80代の老人なのだよ。ちゃーということで、みんなの推理はどうですかね。おばあちゃんが犯人ってこと？焦ってる、怪しい。怪しくないよね。お帰り。ね、風間ね。今回、地球いないな。地球出てこないのかな。行くぜ！それではですね、満場一でばば、やめてください。おばあちゃん的にはね、やっぱ愛人が怪しいけど、やっぱ、マイが怪しいと思ってます。PM8 時12分。エヴァーの入り口では、舞ちゃんとその友達、それに、早見玲香が、お礼が来るのを待っていた。ヒロイン！二段切り。無難なとこ行っちゃった。レイカとこの少年はもっと先にバーへ行っていたはずじゃ。あれ、君たち先にエヴァーへ行っていたはずじゃ。未成年だけじゃダメって断られちゃった。せっかく豪華客船を満喫しようと思ってたのに。それよりマイちゃん、この人誰？お
このイベントツアーのプロデューサー朝霧拓也さん。朝霧です、よろしく。金田一はじめです。舞ちゃんの友人の七瀬美雪です。お、来たぞ、ファーストコンタクト。とりあえず席に着こうか。ええ。舞ちゃんはどうしてこんなに明るく振る舞えるんだろう。本当だよね、こいつ犯人なんじゃない、やっぱり。もしかしたら俺を励まそうと明るく振る舞ってくれているのか。本当こいつ自分大好きなんだから、自意識過剰なんだから。しかし今の俺は飲んで騒げるような気分で、仕方ない、これも仕事だ。 B、 高校、子供といっても高校生だ、少しは楽しめるかも。ロリコン、これも仕事だ。とりあえず俺は怪しまれないために B、 いい人を演じなくては。 B、 イベントプロデューサーを演じきらなくては。どっちでもいいわ。いい人、草薙剛を演じきらなくては。人の幸せが俺自身の幸せのような、そいつま、いつも汚れたスニーカーで走り回っているような、どういうイメージそれ。そんないい人だ。ご苦労様です。シンジ君、エヴァ乗りなさい。はい。そうか、案内してくれないか。わかりました、どうぞこちらへ。例えが謎すぎる。何言った今おばあちゃん、何言ったか覚えてないんだけど。おばあちゃん、ご注文は。いい声だね。僕以外は未成年ばっかりのようだから、オレンジジュースを6つもらおうか。5つの間違いじゃ。君もだよ。あ、汚れたスニーカーで走り回るようなね。あはははコメントラグがあるな。せっかくだからシンジ君も席について休んだらどうだ。早見玲香ね、この間広瀬すずと同席できるチャンスなんてそんなにあるもんじゃないぞ。ありがとうございます。圭一君にも同席してもらうことにした。あったね、こんな場面ね。皆さんはどういったお知り合いなんですか。圭一君に簡単に紹介した。金田一はじめです。そういえばさっき港で会った人でしょ。あ、そういえばよく覚えてましたね。当然よ、なんたって金田一くんはあの名探偵金田一光介の孫なんですよ。サミング、金田一光介の孫。それに金田一くん本人も名探偵で、いくつもの難事件を解決しているのよ。あんたって、いくつもの難事件を解決。この少年には気をつけなくては。かくいう私も金田一くんの推理に助けてもらったことがあるの。雪夜叉伝説のこと。まあね、俺ぐらいの人間になると一度会った人の顔を覚えるなんてどうってことないよ。そんなに記憶力がいいんだったら数学の公式一つでも覚えてくれたらいいんだけど、テストのたびにノートを貸してくれってせがまれる身にもなってよ。私も今推理小説にハマってるんだ。一回見たこのくらい。ねえ金田一くん、クイズを出してみてよ。え、なにクイズ。面白そうね。え、面白い。じゃあ簡単な問題だぜ。A という男が車を運転していたところ、はいはいはい、A がね、途中でライトが壊れてしまった。はいはい、ライト壊れました。見えない、暗い。それなのに曲がりくねった崖を時速60キロのスピードで無事走り切ることができた。なぜだ。A という男が時速60キロでライトが壊れていたにもかかわらずあれできた。なぜか、
それは。意外とたくさん、車のライトじゃなくて道に街灯がいっぱいあって明るい場所だったからだ。お見通しだ。ダメだ、全然わからない。 B、 少し考えてみるか。少し考えてみるか。車のライトが壊れたのに60キロで崖を走り切ることができた。車のライトが壊れた？車のライトが壊れても走れるよね。ライトがないと困るのは暗い場所だけで、明るい昼間ならライトがなくても十分走れるはずだ。でももみとして、そうか、昼間だったんだね。言ったでしょ、おばあちゃんね。明るかったんじゃないの？ね？ね？昼間だったんだね。正解です、朝霧さん。今のはちょっと簡単すぎたかな。頭脳戦始まっておりますよ。今度は夜に。あながち間違ってないね、おばあちゃんの推理ね。 A という男が車を運転していたところ、途中でライトが壊れてしまった。街灯がいっぱいあった、東京だった。それなのに曲がりくねった崖を時速60キロのスピードで無事走り切ることができた。お台場だった、その崖は。なぜだ。どうだい、ちょっと難しいだろ。そうでもないな。嘘、たくやさん分かったの？イニシャル D だった。あ、運転手がイニシャル D だったのさ。で、答えは？簡単さ、自分で考えてみな。ケチ。はじめちゃん、それって日本の話？ドキ。え？分かったわ、白夜だったのね。くっそ、正解だよ、みゆき。つまんな。みゆきちゃん、すごい。はぁ、あ、白夜って北極と南極しかないぞ。いいぞいいぞヘルパー。金田一君いいかい、白夜っていうのは北極と南極しかないんだよ。そんなところでまさか車が60キロのスピードで氷の上を走ったとでも。スタッドレスタイヤで。この悲しみは、はい、論破しました。もうこんな時間だ。ひろゆきってこと、拓也って。はい、論破。未成年が遊んでる時間じゃない、ないっすよね。さあ、みんな戻って寝た方がいいんじゃないですか。へぇ、舞ちゃん、俺はもう君が慕ってくれていた朝霧だけじゃないんだ。残酷な復讐期なんだ。まだ何もしてないけど、こいつ何もしないんだけど。朝霧拓也さ、殺せよ早く。一人剣かい、殺せよお前。一杯やりながら復讐計画を練ることにした。ピロリーン、次元山。ちょっといいかしら。こいつ、キャメラマン。私ね、竹村雅彦っていうカメラマンなんだけど、もしよかったらお酒の相手。狙われてる。してもらえないかしら。あ、本当だ、狙われてる。たかしに殺されるよあんた。次元弾ね。確かこいつは ジェンダーなんとかだった気がする。こいつに狙われているということは、寒気がしてきた。ほぐされる。仕方ない、軽くあしらうか。こいつなら兄貴のこと知ってるかも。ちょっ
た。ジェンダーレス男子。お客を楽しませるのがあなたの仕事でしょ。わかりました。一杯付き合いましょう。一杯とは言わず、いっぱい付き合って。ドワハハハ。はあ。俺は、マサヒコと酒を飲むことにした。私はね、いい男を見つけるとすぐに声をかけることにしてるの。だってぼやっとしていて誰かに横取りでもされちゃったら悔しいじゃない。いや、そこまで言われるとなんだかとてもいい気分ですよ。でも後が怖いよね。ちょっと、それどういう意味なのよ。いい感じじゃん。冗談ですよ。そんなに向きにならないでください。阿部ちゃんが。それはそうと、どんと来い。沢沼さんってご存知ですか。ええ、涼介くんの子分ね。もしかして涼介さんって兄貴って呼ばれてます。ケンちゃんにはそう呼ばせているみたいだけど。お知り合いだこいつら。おかしいでしょ、ヤクザ映画じゃあるまいし。それがどうかしたの。関わりあるな。その涼介さんが竹村さんのことを知ってくれたんですよ。あら、彼はなんて。いいケツしてるって。え、物知りのキャメラマンだって気をつけた方がいいぞって。気をつけた方がいいぞ。俺を狙って、俺のケツの穴を狙ってるぞ。気をつけた方がいいぞって。あの子が言いそうなことね。きっとお釜だから気をつけろとか言ったんでしょ。どんと来い。はい、すいません。いいわよ、気にしてないから。ジェンダーレス男子って言うようにしろって言ってきます。あの子はお兄さんと違ってこっちの毛はないみたいだから。三原式の弟か。お兄さんって私にはその気はありませんよ。お兄さんで、あ、おばあちゃんのことか。私、朝霧拓也のことね。あ、お兄さんね。はいはい。阿部寛のことね。お兄さんって。あら、あ、三原、じゃあ、三原式のことか。はあ。大山良介の実の兄。ああ、大山だっけ。大山隆史よ。ああ、隆史ね。あってた。忙しい。ピローン。風車、風車。シャ。大山良介、それがあいつの名前か。たかしはね、私のステディーなのよ。かっこいいんだから。こいつ浮気症だな。そうなんですか。俺はどうなんだ。俺はたぶらかすだこのお釜野郎。ええ、そうよ。まさひか嬉しそうに自分のカレピの話をし始めた。それにしてもよく喋るお釜だ。こいつからなんか情報が得られるのでは。いいね。雅彦ちゃんすごい。あの人のことも聞こう。もう少し聞き出すことにした。すいません、さっき涼介さんと沢沼さんが喧嘩してるところに出くわしましたね。へえ、そう、あの二人でも喧嘩するんだ。一体何が原因で揉めてたんでしょうか。知らないわ。バルブシステムでしょうか。それより見て、この指輪。涼介の話に全く興味がないようだ。このおか、おか、めんどくせえなおかまってよ。もっとおだてて、その気にさせればいいんだ。いや、おかまに深入りしても仕方ない。いや、おかまをおだてましょう。単純だからおかまってやつはよ。綺麗な指輪ですね。これ、たかしが買ってくれたのよ。お似合いですね。いいカレピですね。無理したんじゃないかしら。こう見えても私、男と宝石は見る目があるのよ。よく似合ってますよ。さぞかしたかかってくだしゃ。あら、嬉しいな。たかし、いいやつじゃ。そのたかしさんって何をしてる人なんですか。このイベントにアイドル歌手の渚千春が来てるでしょ。ヒカキンね。たかしは彼女の専属スタイリストなの。はい。そうなんですか。それでそんな素敵な指輪。ええー、そう
よ。知恵ママがね、彼のセンスを高く買っているのよ。知恵ママ。一人時間さ。例の刑事が疑っている女だ。じゃあ高橋さんもいろいろ大変でしょ。そうなのよ。あの桂木直央がいなくなったせいで人気が急上昇。おかげで私とデートする時間もないのよ。ついでにそのチーママのことを聞いておこう。いいよいいよ。さっきチーママに少し注意されちゃいましたね。あのババア嫌なやつですよね。そうね、娘の千春のために来ているような人かしら。ほう。若い頃からずっと一人であの子を育ててきたから、きっと自分の人生のすべてをあの子に託してるんだわ。普段はとても優しいママなんだけど、千春のことになると人が変わったように厳しいのよね。ふうそ、そうですか。そうか、千春のことになると人が変わってしまうのか。しかし人殺しまでするんだろうか。でもね、奈緒ちゃんがいなくなった時なんか、声が出ない。とっても心配して、仕事もほったらかして彼女を探していたらしいわよ。そんなことがあったんですか。それからね、マネージャーだったゆうちゃんが自殺した事件があったでしょ。ゆうちゃんね。ええ、知っていますよ。あの時なんかすっごく同情して泣いていたらしいのよ。ちえママはそんなことしないよね。動機がないもん。財宝のことを知ってる人だなんてあの人ではないよね。意外だった。あの高木千恵がそんなに心の優しい女だったと。ああいう人ほどね、情に熱いもんだよね。ああいうババアほどね、味方につけると頼もしいんだよね。どうやら千恵は犯人の仲間なんかじゃなさそうだ。そういえば千恵ママのお友達もツアーに来てるって言ってたわ。お友達、確か橘花江って人。つながってるの。え、なんだって橘って。そう、立花レジャー開発の社長夫人よ。そうだったのか。あの花江おばんが知恵と友達だったの。おお。でもこれではっきりした。高木知恵は俺が探している女じゃない。犯人は他にいる。しかもこの船の中に。ねえ、次は拓也さんのことが知りたいわ。はい、おてんぽこビローン、おてんぽこビローン。拓也さん、おてんぽこビローンしてあげて。だから続きは私の部屋でどう。それにもっと面白い話もあるわよ。こいつの部屋まで。やめて。冗談で言ったの、おばあちゃん。冗談で言ったんだけど。ねえ、どうするのよ。このままバーで飲んでたって仕方ないでしょ。そうですね。しかしまだバルブシステムの開発中ですから。仕事なんか放っておきなさいよ。それじゃ少しだけでも俺のバルブシステムを解放をしないでくださいね。わかってるわよ。私にだってタカシっていうダーリンがいるんだから。ほぐされるかなこれ。それじゃ、バルブシステムはほぐされるこれ。なるべく早く来てちょうだい。ねえ、大丈夫かな。まさひかは嬉しそうに場を出て行った。下町ロケットかっこね、下町ロケットかっこホモ。さて、俺も行くけ。俺はまさひかの部屋へと向かって、研究開発室へと向かって。来る、これ高橋来るじゃない、これ。怖い。しかしこんなところ来てしまって、無事返してくれるんだろうか。あら、
いらっしゃい。研究開発されちゃうの、おばあちゃんが。まさひこちゃんに。研究開発部へ来てしまった。俺のバルブシステムが研究開発されるというのか。バカ。お邪魔します。どうぞ。くつろいでね。ねえねえ。ところで、あなた恋人はいるの？いた。残念ながら、いない。あら、ちょうどよかったわ。よくなんかありませんよ。こんなところで俺のことを話しても仕方ない。よし。ちょっと事件の件で揺さぶりをかけてやるか。ところでさっきの話ですが。何の話してたかしら。バルブシステムの話ですよ。ほら、バーチャルおばあちゃんのことですよ。そういえばあの事件は誰かが仕組んだ罠だなんて噂を聞いたんですが、これが本当ならひどいやつがいるもんですよね。あなたよく知ってるわね。そんな話誰から聞いたのよ。うちの弁護士から。神谷弁護士から聞いてるんだ。ねえ滝谷さん、あなた何か知ってるんじゃないの？よく雲行き変わってきたよ。雅彦が疑い始めた。何も知りませんよ。そんな裏話。あら、誰かしら？たかし？やばいやばい。たかしかもしれない。刺される刺される。 3P？ 私が出ましょう。やばい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 。死ぬ死ぬ死ぬ。誰だこいつ。誰だお前は。今回のツアーの責任者の筑田と申します。なんでここにいる？ん？お話ししていたんですよ。怪しいもんだな。部屋の中で二人きりだなんて。安心してください。俺のバルブシステムはまだ研究開発されていません。おい、マサヒコ！またいつもの悪い癖だろう。いいね、この二人楽しそうで。だって、私のこと放っておくから。いいね、イチャイチャしてさ。何これ？うるさい！つべこべ言うな！何を見せられてんの、これ。こっから先は放送禁止よね。どうやらこいつがマサヒコのバルブシステムの大山隆だな。大体男が二人っきりで部屋にいたからって何を心配してんだ。やれやれ、夫婦喧嘩に付き合ってる場合じゃない。そんな言い方しなくたって。まあまあ、喧嘩その辺にして。私はそろそろ失礼します。それじゃあごゆっくり。バルブシステムを。よし。ちょっと待った。ちょっと待ったコール。何でしょうか。あんた一体何者なんだ。中小企業の社長だ。中小企業なめんね。何のことです。決まってるじゃねえか。ナオのスキャンダル記事のことだ。お。さっき雅彦の前で、あの事件は誰かが仕組んだ罠だって言ってたな。嫌な予感嫌な予感嫌な予感。秘密を知られた以上、死んでもらうしかなさそうだな。あばいよ。バイバイ、ありがとう、さようなら。ぷ？あれ？ユフじゃないか。タクヤさん、どうして？よみがえれ！どうしてここにこんな形であなたに会いたくなかった？有森！助けて有森！君は余計なものに関心を持ってしまったようだね。
まああまりいろんな、ああおかまに突っ込んじゃいけなかったんだ。バルブシステムに行っちゃいけなかったんだね。ああ一発クリアできなかった。ああ一発クリア失敗ね。あ部屋行っちゃダメ。やっぱもうあいつやっぱ一番危険なのは高志ね。ああおかまに首突っ込んじゃいけなかったんだ。やっぱ難しいわこのゲームね。マサヒコに深入りしちゃいけないんだ。そうだったね。割るか。というわけで、たかしが強すぎる。たかし強すぎんだよな。あの人、でもなんかでも、たかしが、あのさ、知られちゃう、あれだって言って、おばあちゃんを、朝霧拓也殺したってことは、やっぱり、この雅彦、隆、明子も、この事件に、スキャンダルとかそういう全部の事件に関わってると、睨んでもいいよね。内容がバルブシステムしか覚えてないよね。じゃあ次回にしましょうか。終わっちゃうの。終わっちゃう。火曜日だしね。終わりますか、じゃあ。よくできたゲームだ。整理しますと、整理しましょう。まだ島にもついてないんだけど。おばあちゃんの今んとこの推理によると、ユフを殺したのはケン。そして兄貴とケンが財宝を目当てに殺した。そして、そこに関わっているのは、あの人。あの人の指示によって二人はペンダントを奪いユフを殺した。あの人、女神と言われているその女とは、マイヤ。おばあちゃんの推理によると、姉が死んでも平然な顔しているマイヤ。マイヤこそが犯人だ。あの女絶対許さない。真犯人を突き止めてみせる。真犯人はお前だ、白石麻衣。バーチャルおばあちゃんの名にかけて逮捕してみせる。でん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 。ということで、次回、ユフ家族怪しいよね。花江も怪しいし、その辺を疑いながらね、今度こそ一発で、クリアしてみたいと思います。それでは、次回金曜日を楽しみに。また来世。また来世。恋はミステリー、人はムー。ねえ、にかれなあれをあれして生きてる。素直に心を見せたいよ。愛する人に出会うためを気持ちが伝わる瞬間に、一人じゃないいつも。なんか